皆さん、新年明けましておめでとうございます。第3回目の放送が始まりました。いつも見てくださっている方も、初めましての方も、モノクロイズムのあかねです。あららです。りこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は第1、第3金曜日の21時30分から30分間放送をお送りいたします。モノクロイズム初の冠番組です。でモノクロイズムが楽しいと思ったことや面白そうなこと、そしてチャレンジしてみたいことなど、この番組で挑戦していきます。視聴者の皆さんも生放送中、モノクロイズムの、オフィシャルのツイッターから、投票を出しますので、参加していただき、次のチャレンジ内容を決定していきますので、ぜひ皆さんも一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、またこの番組は観覧もできますので、はい、ぜひ放送をご覧の皆さんも私たちに会いに会場に来てください。来てください。そして観覧をしに来てくれた方のみ、番組終了後ミニライブもありますので、はい、ぜひぜひ会場へ待ってます。お願いします。なお、番組へのリクエストやメッセージもお待ちしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ここで前回のおさらいをしたいと思います。まあ、前回は去年か、うんね、うん、去年は、私とリコがチャレンジしたいこと、激辛と、あとプレゼント選び、クリスマスのプレゼント選びをしまして、なんといよいよ今回はあららさんが選んだお料理対決をしたいと思います。イエーイ。題して、モノクロイズムのお料理できるかな。イエーイ。できるかな。できるかな。できるかな。ありがとうございます。なんと今回、私たちがお料理チャレンジするんですけど、その出来上がった料理は、会場にいる皆さんに試食していただきますので、そしてその皆さんにね、誰が一番美味しかったか投票して一番を決めたいと思います。はい。そして今回チャレンジするお料理は、料理した、用意した何まさか料理ばっかりね、緊張してるからね。用意した料理内容が入ったこちらの箱の中から、今日観覧をしに来てくれた皆さんに決めてもらいたいと思います。ということで、一人に選んでいただくということで、誰に選んでもらいましょう。じゃあ、あららさんが箱を渡しに行くので、お、誰がいいかな。ドキドキする、ドキドキする、ドキドキする、やばいやばい、気をつけて。そうだね、はい、毎回来てくださる方に、中は見ないでくださいね。ねえ、やばいやばいやばい。緊張するね。いや、簡単なの選んでください。ちょっと、マジでわかんないやつだったらどうしよう、ね、お、選び終わりました。何かな、何かな、何かな。はい、それでは開きたいと思います。おぉ、ででん、何、チャーハン。チャーハン大丈夫じゃない。まあまあまあ、そうだね。チャーハンってあれでしょ、炒めた飯だから。そうそう、炒めればチャーハンだよ。炒めた飯。なんとかなるっしょ、これ。なんか様子がおかしい人が固まってる人いるけど大丈夫。まず野菜を切るところから問題発生。うわー、怪我だけはしないようにね。本当にね、ちょっとどうしよう、頑張ろう。それでは、あ、料理する順番も、あ、そうだね、決めちゃいますか。じゃあ、じゃんけんで、じゃんけんでこの場で決めます。勝った人から。勝った人から、よし、オッケー。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこうでしょ。ほら絶対そうやと思ったわ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、最後だ。ねえ。頑張って。頑張れ。待って、マジか。チャレンジは5分です。1人5分、ね、5分以内にチャーハンを作ってください。エプロンあるよ。あ、そうだね、エプロンして。うわー、緊張する。大丈夫、エプロンつけれる。つけてね。
初めて見るリコが料理するところ、ね、じゃあなんかタイトルコール的なのした方がいい？じゃあスタート的なやつを。あ、大丈夫？そうだね、5分計るのでエプロンつけたらそこから大丈夫？準備はできましたか？確かに、はい、はい、では早速お料理開始です。モノクロイズムのお料理できるかな、スタート。お5分なのでまずはまずは、まあそういうこともあるよね。そうだね、うん、何から始めるの？始めるの？5分だよ、5分だよねえダミーも置いてあると思う、多分。だってこんな使うわけないもんね。チャーハンにしては調味料多すぎるもん。あ、皮が見てある。もうあとは切るだけ。うわ、気をつけて。やばいやばいやばい。あ、1分経ちました包丁の使い方が怖いもん。うん、うわすごいな。何作ってんの、リコ。チャーハンっていろんなチャーハンあるからね。まあそうだね。ね。知らないよ。うん。リコが食べたことあるチャーハンを思い出して作ればいいんだよ。そうだね。食べたことある？想像して。ある？大丈夫かな。うわあ。まだ人参を切ってるだけです。なんか危ない音がするもう2分ぐらい経った。あ、2分経ってます。やばいやばい。え、5分って結構短くない？ね。やだな、なんか一人前でいい。そう、一人前。うん、うん、あ、3分経ちました。おお、あと2分もう手が怖い。玉ねぎを切り始めました。やばくない？人参切るので3分使ったよ。やばいやばいやばい。でもチャーハンって何入れてるっけね。結構何あるんだ。すごい音がするダンダンって。大丈夫かな。そんな目で見ないでえ、これ5分経ったらその場で終了ですか？あ、迷っている、迷っている。そろそろ。お、電源をつけました。フライパンが来ました。なんか今にも泣きそうなんだけど大丈夫だよ、うん。
ってみよう。リコが食べれるよね。うん。大丈夫。味付けまでいく？あと10秒。もう。やばい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 。あ、終わりました。あ。頑張れ。頑張れ。頑張れ。あと2分ぐらい。お、頑張れ。塩と砂糖って匂いでわかる？わかんない。それはまあ好みで味付けを、うんね、謝り出した。火ついてんの？嘘？本当に？なんともないけど。本当に？電源入っただけじゃない？ついてる？入ってなかったかな。力をためました。さて、あと1分。あと1分。パチパチ言ってない？大丈夫？うん。切れてない。お、あ、お料理っぽい音がしてきた。お、大丈夫？パチパチ言ってるけど。何で色つける？あ、ゼロー。終了。はい、終了。お疲れ様でした。盛り付けだって。盛り付けを。盛り付けれる？大丈夫かなあれ。やばい、すごい。ボソボソ言いながら持ってるけど。あ、でもなんか匂いしない？あ、なんかいい匂いしてるよ、うん、いい匂いしてない？何の匂いこれ？炒められた匂いはするよ、何か。じゃあ次は、あかねのチャレンジの番です。今散々笑ったから 笑ったからって言ったけど、それうちもなんだよな。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、テーブル、はい、リコちゃんのチャーハン、チャーハンが出来上がりました。すごい白い。いい匂いは玉ねぎの匂いかな。びっくりするね。
どうでしたか？作ってみて。チャーハンって何を入れたらいいんですかね。そもそもそれしか言ってなくない今日、うん、え、チャーハンってマジで何入れる？まあ、まだね、作ってないからね。そっかそっか。そう、まだ言えないけど。次、あかねの思い描くチャーハンの具が入るはず。任せとけ、だって。おお、何がある？あ、でもいろいろあるね。ね、さっき塩と判断したものを入れたんだよね。塩と判断、これ砂糖だった時。それはそれでちょっと味気になるけど、え、ちょっと呆然としてる。だって終了って言われた時呆然としてたもんね。お、そろそろあかねのチャレンジが始まるかな。ごめん、めそれではあかねのお料理できるかな、スタートです。スタートです。お、お、玉ねぎを手に取り、おー、おー、お、お、いやでもなんか見てみて、あの、ぽい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 って言ってるんだけど、会場からクスクス笑いが聞こえるのはなんでなんだろう。あ、手って言ってるよ。手が危ない、手が怖いって。手が危ないみたい。もうはい、はい、お次は、お、あ、そっか。そっかなんだ。お、ウインナー。さっきほど不安はないね。あ、ごめん。お、フライパンに火をつけましたよ。お、止めた。調味料がめっちゃ置いてあるんだよね。 あったんだ、ないと思っていなかったわ。何色。スーカー。2分経ちま、経ちました。あと3分ですね。経った、うん、2分半くらい経った多分。あと2分半。うちらどれがどれどれが何か分かってないから。パチ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 音がしてるよ。いい匂い。でも見て、なんか見た感じっぽいよ。そうだね、うん、いい感じ風に見える。ほんでほんで、お、え、卵入ってたっけ。卵、
あと1分頑張れ。もうちょっとで、でもいい匂いしてる。待って、こんだけさ、わーわー言ってたけど自分大丈夫かめっちゃ不安なんだけど、ね、これを見てみなさい。これね。いや、かわいいよ、大丈夫。かわいいよ。色つけないと。色つけないとだって。え、めっちゃ緊張してきた。あ、お、5分すごい悩んでる。ください。え、でもなんか最後になんかいい感じの見つけたっぽいよね。うん。何入れたんだろう。何入れたんだろうね。大丈夫。してる。あ、ぽい。ぽい。あ、めっちゃぽいぽい。違いすぎて、本当に同じ料理でしょうか。なんかチャーハン、ちょっと色ついてるね。こんなに違うんだね。でもちゃんと火通ってる感じ出てるから大丈夫。食べたくないな、自分では。さあ、はい、アラダさんがここで正解を見せてもらおうじゃないか。すごい顔。頑張って正解を見せていただきましょう。はい、ではお料理スタート。デレン。そうだよ、私が壊しました。気になるよね、調味料。さあ、
全然始まってないじゃん。なんかソーセージ入れたらぽくなるね、うん、一気に。そうだね、うん、多分ね、これソーセージとご飯一緒に食べたら普通に美味しいと思う、うん、普通に美味しそう何を切ってるんですか？ウインナー？ソーセージ？でもなんかあれよね、安定してるね。ね、包丁のやってる感が、うん、あらら、次は何を入れるのかな？そうね、まずね、なんかそれ並べられたら何を入れていいか分かんなくなるからさ、頑張れ頑張れ頑張れ。あー確かに、チャーシュー、ネギあったんじゃない？チャーシュー、あーお店で食べるやつ、ベーコンでいいんじゃない？あーね、うん、お、あ、3分、あと2分30秒30秒2分30秒経ちました2分30秒経ちましたあららがあわしてるよね。焦ってる焦ってる焦ってるすごい食べた何食べたのなんだろう、何食べたの食べたことないの嫌だなこれ、自分のやつね、うん、これ何、焦げね、震えるよね、焦げうんうん、油、あさすがお、あららさんピンチじゃない？あららが慌ててるよ繋がってるやつな何かやばいもの食べちゃったな、んだろうね、うん、え、卵入ってるって入ってるでしょ入ってない、入ってない、え、チャーハン思い出して、あ、残り1分です、あらら頑張れ、今日は神回ですね、みんなの料理してる姿なんてめったに見れないよ、見れないっていうかやらないからねそもそも、あらら今どこまで、あ、ご飯入れたね、あとは色をつけてね、うん、うん、入れちゃう入れちゃう、ということでここでお知らせです。放送が22時までなので、はい、あと2分ぐらいしかないので、まあこのあららの料理を終わらせて、うん、投票はこの後会場にいる方たちにしてもらうので、あとはオフィシャルとかで発表します、その結果を、はいお、あ、もうすぐ終わっちゃいますわーやばいやばい、あららの、あの料理してる姿で終わっちゃうそうだね、32 1 0ということで、今日のモノクロイズム楽しむならこれからじゃないわお料理対決でした。この後、会場にいる方に投票していただいて、はい、結果をオフィシャルのツイッターなどで発表させていただきますのでチェックしてください。次回の放送は、2月の7日です。21時30分からです。観覧もあります、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。そしてライブもね、明日、はい、あります、新宿ジールシアターさんでありますので、ぜひお待ちしております。それでは以上、モノクロイズムのあかねとりことあららでした。あららでした。